お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本車でしかありえない。車の耐久性に、海外から驚きの声。をお送りします。私たちの生活において、今や欠かすことのできない自動車ですが、皆さんは、日本車メーカーが海外で高く評価されていることを知っていますか？例えば、アメリカでは、日本車は絶対に壊れないから、中古車でも高く売ることができる、日本車のエンジンは、他国の車と比べて驚くほど長持ちするなど、日本車への評価は、止まるところを知りません。今では、世界各国から、絶大な人気と信頼を得ている日本車ですが、そもそも、日本車の海外進出の歴史とはどのようなものだったんでしょうか。少し振り返ってみましょう。日本の自動車メーカーが最初に海外進出を果たしたのはアメリカです。1958年のロサンゼルス自動車ショーに、トヨタのランドクルーザー、クラウン、日産の220型トラック、ダットサン210型セダンが出品されたことを皮切りに始まりました。しかし、当時の日本車の性能は、アメリカの交通事情に適応することが難しく、本格的な輸出には今一歩踏み出すことができない状態だったため、1960年代までの日本車の知名度は、とても低いものでした。そこで、日本の各自動車メーカーは、ターゲットを、アメリカからヨーロッパへと変更します。まずは、デンマークに、トヨタのクラウンを輸出したことから始まります。その後、オランダやノルウェーなどにも販売拠点を築いていきます。この時、ヨーロッパの方々から見た日本車は、東洋からやってきた小型車といった印象だったのだそうです。しかし、ここへ来て、アメリカにおける日本車への評価に変化が起こります。トヨタが1966年に輸出したコロナが、セカンドカーとして高く評価され始めたのです。以降トヨタ車の販売数は急増し、アメリカはトヨタにとっての最大の輸出先となり、1971年にはその数40万台がアメリカに渡りました。1970年代に入ると、さらに状況が一変します。オイルショックと排気ガスの規制によりマスキー法が制定され、これまで大排気量エンジンが主体だったアメリカ自動車の商品性が小型車重視へと変わっていきます。このことからアメリカ車の生産は氷河期時代へと突入し、燃費の良い小型車を得意とする日本車メーカーに好機がもたらされることとなるのです。1970年、アメリカの輸入乗用車販売台数のトップには日本車メーカーからはトヨタと日産の2社しか入っていませんでしたが、1975年には、ホンダ、マツダ、三菱も顔を出します。そして、1980年代以降も、日本車の販売台数は、右肩上がりの状況を維持することとなりました。しかし、この状況は、アメリカの自動車メーカー各社にとっては、非常に厄介な事態だったようです。日本車人気のせいで、自分たちの仕事がなくなってしまう。そう考えたアメリカの製造工場の従業員たちは大規模なデモを決行。なんと大型ハンマーで日本車を叩き壊し始めたのです。これが後に日米経済摩擦へと発展していくこととなります。しかし、そんな従業員たちの努力も虚しく、1990年代に入るとアメリカ国内に日本車製造工場が続々とオープンしていきました。これにより、日本車へのバッシングは徐々に沈静化。そして現在も、なお、アメリカ人にとって、日本車は、ごくごく自然な形で日常に溶け込んでいます。街を眺めると、当たり前のように日本車が走っていますよ。ところで、アメリカ車といえば、フォードやシボレー・リンカーンあたりが有名ですよね。しかし、実際に、アメリカの街を見てみると、それらの車以上に、日本車が多く走る様子を見ることができます。駐車場にも、日本車が多く並び、一瞬、
ここは日本なのかと見まがうほどです。さらに、日本車は滅多なことでは故障しないと高く評価されていることから、中古車市場においても、日本車は常に高値で取引されています。燃費が良く、下取り価格も高い日本の車は、まさにアメリカ人のお気に入りと言っても過言ではないのです。そんな日本車の耐久性を示す出来事として、アメリカで販売されているトヨタのタンドラが大きな話題となりました。そもそも、タンドラとは、トヨタが北米で生産しているピックアップトラックのことです。そのため、日本国内のディーラーでは取り扱いがありません。今回話題となったのは、2007年モデルのタンドラで、なんと、このタンドラ、一度もエンジンを交換することなく、9年間で、その距離100万マイル、つまり、約161万キロメートルを走行したというのです。この車は、ノースダコタ州に住むビクター・シェパードさんの愛車で、このタンドラを見たトヨタのチーフエンジニアであるマイクス・ウェールズさんは驚きを隠せず、次のように話したそうです。タンドラ自体の耐久性もさることながら、彼は驚くほどしっかりとメンテナンスをしていたよ。当時のメーターは7桁までしか表示することが出なかったため、走行距離は999,999マイルで打ち止めになっていましたが、ケーキ盤周りもとても綺麗な状態で、足回りも異常なく、塗装汚れも全くない状態だったそうです。エンジンは多少の疲れを感じさせましたが、新たに乗せ替える必要はない程度で、最も負担のかかるであろう運転席のシートも、わずかな傷跡はあるものの、内装もくたびれてはいなかったといいます。このことから、オーナーであるビクターさんが、タンドラをとても大切に乗っていたことが、とてもよく伝わってきますね。160万キロメートルもの距離を現役で走り続けたこのタンドラは、今後の商品開発に大いに役立つであろうことから、ビクターさんは、トヨタから、直々に、ぜひとも、新車のタンドラと交換していただけないか、といったオファーを受けたようです。ビクターさんは、これに対し快く応じ、愛車である2007年モデルと引き換えに、当時の新車である2016年モデルが交換されることになったそうです。トヨタは、ビクターさんが長年愛用したタンドラを分解し、いかにして、この耐久力が維持されたのかを分析、研究しました。今後の、さらなる頑丈なピックアップトラックを製造するための研究材料として、ビクターさんの愛車は大いに活躍したそうです。このように、限界を超えた日本車の信頼性には、海外からは多くの驚きの声が寄せられました。ここで、その声の一部をご紹介します。海外の反応。タンドラは本当に最強だよ。こいつを選ぶなら、それは間違いないチョイスだ。日本車は、だいたい30万キロくらいまでは全く問題なさそうだよね。アメ車だと10万キロが限界だ。100万マイルを超えただなんて信じられないよ。他の自動車メーカーは走行距離でトヨタやホンダみたいな結果を出せるのかな？僕が12年間乗り続けたトヨタのマトリックスは下取りしてもらった時の走行距離が40万キロを超えてたけど、それでも高く売れたよ。大きな問題も一度もなかったし、錆なんかも全然できなかった。今回新しく買ったホンダにも期待しているよ。トヨタが車やトラックをあまり更新しない理由をよく聞かれるけど、これが理由だと思う。他のメーカーは新しい技術を急いで詰め込んでいる印象。そうすれば新型モデルが売れるからね。これこそがアメリカ人がトヨタ車を欲しがる一番の理由だよね。僕のおじさんが49万マイルの93タコマに乗ってるよ。現在までの走行距離はわからないけど、今でも運転してるよ。米国仕様の第2世代フォーカスの21万マイルでさえかなりすごいと思っていたけど、トラックで100万マイルとは信じられないよ。しかもガソリンエンジンでしょ？いかがでしたか？日本車の耐久性に対する驚きの声を感じられましたね。
しかし、いくら品質のいい日本車といえども、メンテナンスを怠ればもちろん壊れてしまいます。160万km を走行したタンドラそのものの品質も素晴らしいですが、何よりオーナーさんが大切にメンテナンスを続けたこともこれだけの結果につながったと言えますね。さらに驚くべきことですが、日本車の4トン程度のトラックは20万から50万キロメートル前後、大型トラックでは70万キロメートル前後の走行距離であれば大丈夫な設計になっているのだそうです。さらに的確な整備さえ施されていれば100万キロメートル現役走行する車両も珍しくはないのだそうです。大切に乗りさえすればかなりの長い期間走行させることができる日本車は本当に素晴らしいですね。そういえば2020年11月にアメリカの有力消費者情報誌であるコンシューマーレポートが自動車ブランド別の信頼度調査を行っていました。ここで各メーカーの信頼度ランキングトップ10を見ていきましょう。10位ダッチ、9位ポルシェ、8位スバル、7位ラム、6位現代自動車、5位ホンダ、4位ビュイック、3位レクサス、2位トヨタ、1位マツダ。また自動車モデル別の信頼度ランキングでも日本車は高い評価を受けています。ランキング入りした車種は次の通りです。1位トヨタプリウス、2位レクサス NX、 4位レクサス GX、 5位ホンダ HR-V、 6位トヨタプリウスプライム、10位にはマツダ CX-5 の6モデルがランクインしています。日本人の我々は車が故障するかどうかを考えて買うということなく、故障しないのが当たり前と感じている人が大半かと思います。このように海外からも日本車の信頼度が高く評価されているのを見ると、とても誇らしいことだと改めて気づかされますね。最後に日本車メーカーの偉業をもう一つお伝えします。話の中でも少し触れましたが、皆さんはマスキー法について知っていますか？マスキー法は未規制状態の自動車から排出される炭化水素や一酸化炭素、窒素酸化物をそれぞれを 90% 低減することを目標として制定された制度です。この制度によって基準未達成の自動車は販売禁止が義務付けられました。しかし規制値が厳しすぎたことが原因で自動車業界各社からは強い反発が起こりました。そんな中、1995年日本のホンダは世界で初めてマスキー法をクリアする低光害エンジン GVCC を開発したのです。なんとも日本車メーカーの底力を感じる偉業ですよね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。